次は4分スタートで34分スタートということで、うん、カウントしましょうね。4分スタートで19時ちょうどに19時ちょうどに終了、OK、やっぱそのためにあれだね、ストップウォッチ必要だね。ストップウォッチ、はい、デジタルストップウォッチ必要だね。そうですね、収録用はね。そういえばないよね、はい、あれそんなに高くないけど、あれなんだ、一番いいのは3000円ぐらいで売ってるようなさ、ノートパソコンで作るのが一番楽でいいんだよね。では1分です、はい、はい、そういうわけでね、またね、ツイキャスでご覧いただいている方はね、また未来の放送を見ていますのでね、どんどん、でもコメントはね、全然読みますから、コメントをどんどん、入れてください。よろしくお願いします。じゃあ30秒前です。はい、20秒、まあ、黄色いのとあれだ、ね、残時間と、そうですね、一緒ですね。もう、でも、はい、そういうわけでね、毎週金曜日、ゴールデン曜日、ゴールデンタイム、毎週金曜日の午後8時からお届けしている、アニマン兄貴のデスカバー沖縄、今週もよろしく。というわけでね、ツイキャスでご覧いただいている方、今日金曜日じゃねえぞっていう方ね、この放送は、今収録して、地上波では金曜日に、ささらい週、再来週金曜日に流れる未来の放送でございます。そういうわけで、コメントのをどんどんいただくと、なんとささらい週にコメントが地上波で流れるという、ツイキャスのでは今読まれ、ということになっておりますんでね、どんどんツイキャスのでご見てる方、コメントいただけるとありがたいと思います。未来にコメントできるなんてなかなかないよ、こんな感じ。はい、そういうわけでね、お届けしている曲は、最近私が、いろんな人に押しまくっているザ・フーの、曲で、1973年 ?72 年ね、の曲で、ザ・フーのリアルミーという曲をお届けしております。あ、見に行った今日か。行けてないです。Girls do you love in this yellow house、 黄色家で彼女と愛し合った。そしてでも昨日彼女に会ったら、彼女は俺のことを知らなかった。ジョーカー見よう、見たいです、見よう。そしてこの曲の歌詞をの和訳を見よう。真っ青だから、おお、この前言ってたあの曲なんですね。見ました、あのツイキャスでご覧になってる方あんまり多くないけど、ジョーカー見ました、映画ジョーカー。俺もう久々にね、封切り日に見に行ったら、映画はね、宇宙戦艦ヤマト、さらば宇宙戦艦ヤマト、銀河鉄道999、さようなら銀河鉄道999に続いて今回のジョーカーが4本目、うん、いい映画です、マジ。いや、映画としての出来がすごい、ジョーカーとか関係ない。
はい、そういうわけでお届けした曲はザ・フーでリアルミーでした、うん、まあね、四重人格っていうねアルバムに入っているザ・フーのね名曲でございます、今日はオープニングでこれをお届けいたしました、この番組は FM 地上波 79.7MHz 79.7MHz FM ギノワンからお届けしております、それから、インターネットの方では、リスラジ、はい、リスラジの方で、CM それから、音楽も全てお届けしております、はい、音楽抜きになってしまうんですけれども動画付きでは、ツイートキャスティングツイキャスそれから、YouTube ライブの方でもお届けしております、はい、なお、ツイキャスの方でコメントいただければコメントをどんどん読みますので、どうぞツイキャスの方でもご覧ください、うん、なおツイキャスの方でね画面が表示されていない時は、収録番組だったりすることがございますので、はい、そういう時には、コメントしても読まれないことが多いというか読まれません、はい、読まれません、使用時を読めません、はい、時間にタイムワープしてるのでね、はい、なかなかそれは難しいところでございます、うん、そういうわけでね、まあ、今月10月、はい、はい、入りましたけど、はい、10月の4日から、はい、映画ジョーカー、ね、なんかツイッター見るとなんかあの若おかみは小学生となんか比較されてるんだが、若おかみは小学生私見てないんで、うん、全然よくわかりません、うん、でやっぱりもうそのジョーカーっていうかね、はい、まあまだやってるでしょ、ね、やってます、やってます、もちろん本当ね、いい映画なんだよ。うん、であんまり、ね、言うとネタバレするんだけれども、例えばそうだな、今かけた曲、はい、ザ・フーの曲あるよね、はい、リアルミリアルミ、これね、役が歌詞のね役ザ・フーリアルミ和訳っていうとね、一番上に来るのはあんまそうでもないんだけど、直訳なのが、うん、ググって検索するとね2番目3番目に出てくるんですよ。これの訳を見てからぜひ映画見てもらってジョーカーを見ていただいて、もう一回その訳を見ると多分ゾッとします。おこれツイッターでも何でも何でもツイッターと SNS でこんなこと騒いでるの私しかいません。お本当に。でもね、なんかこれ以上言うとネタバレになるんでね、はい、あんまりね、だって仮面をかぶれとかね、うん、いろんなキーワード流れてるじゃない。そうですね、予告編でね、はい、予告編のキャッチコピーで、はい、そうすると、あの映画の命題ジョーカーのテーマってなんだろう、うん、命題ですか、うん、ジョーカー誕生なの、それともジョーカーはどうやって生まれたのか、うん、それともジョーカーは誰なのか、うん、ジョーカーって何なの、ジョーカーって何なんですかねえ、はい、まあ、こういうのがね、まあ、これ以上話すとネタバレになるから言えませんでも、ザ・フーこの番組、うん、ね、このバンドザ・フー、ザ・フーって訳すと日本語に訳すと何、フー、すみません、僕英語が苦手でした。 WHO Who、 あー、誰、誰でも曲のタイトルがリアルミー、はい、本当の僕。おちょっとね、あとそれから、まあ、中にね、大事なキーワードいっぱい出てきます。お、うん、まあ、この曲にね、このリアルミーで言うと、最初に、精神科医が出てくる。でも精神科医はなんかまともに話を聞いてくれなかった、うん、でお母さんが出てくる、うん、でなんかお母さんが精神的に病んでるのか自分が精神的に病んでるのか、でも自分が分かるのは自分が精神的に病んでる、きっとお母さんは優しいね、3番目に出てくるのが彼女、うん、彼女ってのが出てきてで恋に陥るんだけど、それがなんかよく、まあ、これ以上ネタバレになるので言えません。で最後にプリーチャー、まあ、ザ・フーのこのリアルミでザ・プリーチャーって、プリーチャーってのは牧師さんのことでもあるけど、導く人、はい、導く人が出てきてゴールデンゲート黄金の門を開けるんだよね、素晴らしい世界を世界に招待してくれたぜっていうのがザ・フーのリアルミーの解説でもあり、はい、私がジョーカーを見た感想でもあります。おはぁ、はい、ジョーカー見てないと分かんないんだよね。ジョーカー見に行きなよ。見たい見たい、うん、時間があったら見に行きたいです、ね、だってさ、あの記録見ただけでもやばいじゃん、
だって初日の売り上げであれでしょ、日本の、あの日本の海外映画のあれでしょ、上映市場今んとこ今年今年度1位でしょ。ですね。あれやっぱりそのぐらいの勢いある。うん、うん、軒並み芸術作品って評価されてますね。軒並みもうだってもうアカデミー賞間違いないと思って。ちょっと待って、バットマンシリーズはアカデミー賞取ったやつなんかあんのかよ。ですよね。うん、バットマン出てこないからね。はい、ジョーカーしか出てこないからね。うん、ってかジョーカーもむしろジョーカーすら出てこないんだよ。うん、ジョーカーになるまでっていうかジョーカー誕生までを描いているようなこれ、これちょっとね、この俺の言い方にもねこれネタバレが含まれてますような映画なんでね。はい、うん、これはもう絶対見た人ね、もう素晴らしいです。ただ一つだけ注意があります。はい、あの落ち込んでて、はい、なんだろうな、自分がもう世の中に必要ないって思ってる人とか、はい、とにかくもう誰かの人生をぶっ壊したいっていう思いを持ってる人は見に行かない方がいいです。あの正直言います、映画自体が人間の見た人間の心をえぐるぐらい病んでるから、マジで。うわ、あの想像を絶するから。めっちゃ面白そうですね。まあ予告編でも出てくるアーサー・フレックっていう若者がいて、若者っていうかまあ40歳ぐらい、はい、まあ、ちょうど演じてるさ、うん、ね、ホアキン・フェニックスと同じですよ、うんうん、ね、ホアキン・フェニックスが出てきて、ね、でそれでそのアーサー・フレックがジョーカーになる映画だと思ってみたら大間違いです。確かになるけどもっと凄まじい、もっと凄まじい、本当にっていう、こもう途中から見てる人間が全員 100% 頑張れジョーカーになるんだっていう気持ちにさせる映画です。正直これはちょっと楽しみですね。でもね、バットマンとさジョーカーの戦いってさ、はい、あれそろそろ CM？ CM は まだ大丈夫ですよ。ん、今行っちゃいます？ CM まだ早いか。まだ早い。うん、じゃ適当なところで Q 入れて。はい。うん、一本に CM ですって、はい。バットマンとジョーカーの戦い方で、だから戦い方、バットマンシリーズ全部。これね、言われないと分かんない人も多いの。バットマンはなんでジョーカー殺さないの？でジョーカーもなんでバットマン殺さないの？お、他のやつはぶっ殺すのに、はいはい、容赦なく殺すでしょ。容赦なく殺しますね。バットマン結構ダークな。だ今度ゴッサムっていうテレビシリーズやってて、はい、それにもジョーカー出てくるんですよ、はいはい、すげえんだこれ、また言いたいけど言えないみたいなね。ゴッサムにも出てくるんだけど、ジョーカー出てきます、はい、絶対に殺さない。ブルース・ウェインイコールバットマンを殺しません。うん、今度の映画でもそうです。バットマン出てこないけどバットマン出てきてます。お、うん、バットマン出てこないけどバットマン出てる。もうこれでね、もう大体もう分かると思うけどね。お、うん、ジョーカーの戦いってでもそうでしょ。どのバットマン、最初のバットマンでもそうだし、はい、あの最初のテレビシリーズでもそう、それから、ジャック・ニコルソンがジョーカーやったバットマンでもそう、それからダークナイトでも、うん、バットマンを殺さないでよね。殺さないですね。うん、あ、ちょっと面白い意見、あのツイキャスでいただきました。どうもありがとうございます。はい、沖縄 T シャツパパヤーさん、ありがとうございます。こんばんは。ジョーカーそんなにすごいんだ、見に行こうかな、うん、アンパンマンとバイキンマンみたいな関係かな。あのね、アンパンマンとバイキンマンの関係なんか、うん、なんかって言っちゃ悪いんだけど、あれもいい関係だけど、はい、そんなもんじゃない。ジョーカーの目的って何かわかる？ジョーカーは人殺し関係なの？殺せるんだもん、うん、だって最近兵器でも撒けばいいし、はい、でもジョーカーって例えばダークナイトライジングでは、はい、核爆弾を爆発させようとしたやつとかいたよね。いました、いました。でもジョーカーそんなことしなかったよね。ジョーカー何やったかって、ダークナイトで船2隻用意して、はい、片方は悪人ばっかり、はい、要するに刑務所の囚人、はい、片方は
上流階級のやつばっかり、そのお互いに起爆装置を持たせて、お互いに相手の船を破壊したら生き残れるぞって、はい、これあの皆殺しじゃないんだよ。だって爆発させれば皆殺しできるじゃん、はい、皆殺し目的じゃないの。選べジョーカー。バットマン殺さない理由わかる？ジョーカーとの目的は、はい、バットマンに自分を殺させること。なぜ？どうやって？正義の味方なんでしょ、はい、バットマンは正義ずらしてる金持ちのボンボンだよ、うんうん、正義ずらしてる。嫌な言い方すればそいつがだよ、ね、あんなね あんなずらしてさ、あの武器とかいっぱい持ってさ、金持っててさ、ね、もしやつが自分のことを憎しみで憎んで、はい、絶対ジョーカー許さないっていう気持ちにさせて、だから、はい、ダークナイトとかそうだったでしょ。そうでした。親友も親友の彼女もみんなぶっ殺して、はい、ぶっ殺してみんなダメにして、はい、さあバットマン俺を殺せ、そこで憎しみで殺せ、ジョーカーを殺せばバットマンお前は俺たちの世界の住人だ、世は悪に満ちている、憎しみと復讐しかないんだっていうことを証明するためにジョーカーはバットマンに自分を殺させようとしてるの。だからバットマンはジョーカーを殺せない。葛藤ですね。ジョーカーもバットマンを殺さない。違う、自分がこ、ね、憎しみと怒りと憎しみで殺されれば、はい、バットマンは正義じゃないじゃん。うわー、これはもう。だからそれをずっと繰り返してるわけ、バットマンシリーズ。もともとのバットマンシリーズの向こうは、向こうの人っていうか海外の人っていうかアメリカとかイギリスの人は、はい、もうアメコミでも見てるからそういうのが分かるわけじゃん、はい、うんうん、俺らは日本人にはそのアメコミの原作を見てないじゃない、うんうんうん、それからもともとのテレビシリーズのジョーカーだとかをあんまり見てないから分かんないわけよ。で向こうはこういうのお父さんとかお母さんから聞いて分かってるからね、ドーンって、ね、分かるわけでさ、はい、ちょっと待って、これやばいんじゃないのこれ CM。 いや、ああ、まあまあ、そろそろじゃあ CM 行きましょうか。うん、じゃあ、一旦 CM です。 CM 開けろ、もう5分しかないぞ。また喋りすぎてるぞ、これ時間ねえぞ。いや、じゃあそういうわけでね、はい、はい、じゃあ CM。 はい、こっからね10分ぐらいありますよ。何が CM 開けの後ちょうどまでなんで10分か、はい、今、51分から次は。そうですね、ちょうどそうだよね、はい、今入ったから。執着っていう歪んだ意味、そうなんだよ、うん、愛っていうか、そこまで憎いんだよ、うん、バットマンなんて正義なんかこの世の中にあるわけないっていうのがジョーカーで、はい、それを証明したいんだよ。だから善人はみんな不幸になって悪人にしたいのよ。ツーフェイスを生み出したりとか、善も悪もね、だって人ぶん殴ってる時点でバットマンだって暴力だろって、お前は暴力じゃないかっていうのがジョーカーだから、うん、だからやっぱそれがどうしちゃって生まれたのかっていうのは今度のジョーカーって映画ではそれがあまりにも強くね、生まれる場面がね、やっぱり強いね。はい、そういうわけでね、後半行きたいと思います。そういうわけでさ、あのバットマンシリーズとかさ、バットマンとか YouTube にさ、いろんな画像、バットマンとジョーカーに関してはいろんなね、あのなんていうファンが作ったやつとかさ、はい、なんていうんだっけ、ファンメイド、ファンサブ、ファンメイド、うん、まあファンなんとか、バットとかなんか言いますよね。そうそうそう、なんかね、いや、そういうのがね、あのいっぱいあるからさ、そういうのを見てもらえるとね、ますます面白いと思います。あと歴代のジョーカー、はい、これまず見てほしいね。歴代の、まあ、1940年代の最初のバットマンっていうのはギャングとしか戦ってないから、はい、あの悪人出てきません、昭和、1940年代ので、その後にまあ、テレビシリーズ1966年か、うん、からのテレビシリーズ、これがやっぱり大ヒットしてバットマンっていうのはブームになるわけ、はい、あのデデデデデデデバットマンっていう有名なね、で今のバットマンのなんていうかなイメージとかをもう作り出した、うんうんうん、でこのバットマンに関して言うと、そこにジョーカーが出てくるんだけど、そのジョーカーがシーザー・ロメロっていう役者さんがやってるわけ、
聞こえないね。はい、もう大丈夫です。ね、シーザーロメロっていう役者さんがやってるんだけど、このシーザーロメロってすごい身長高いんだけど、おじいさんなのよ。で、イタリアの結構イケメンの名優なわけですよ。このシーザーロメロのシーザーロメロ、ジョーカーでね、はい、見てくれてもいいし、バットマンのね、テレビシリーズ、うん、バットマン TV とかで、検索してくればこのジョーカー見れます。このジョーカーのおっかないところ、まあこのジョーカーが全部今のジョーカー像を作り上げちゃった。シーザーロメロって人は身長も高くてものすごい動きもいいんだけれども、結構60、もうその時点でもう60ぐらいなのよ。顔しわ寄ってるわけだから、顔白塗りで、あのジョーカーの化粧してるんだけど、寄ると化粧がシワがのおかげで化粧がボロボロになってるように見えるのよ。お寄ると、はい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 。でヒゲも生えてるわけ、ヒゲを潰さずにそのまま白く塗ってるから、はい、余計なんか口の周りとかシワだらけでボロボロに見えるんですよ。これをやったのがダークナイトのヒースレジャーのジョーカーにつながってくるわけ、はい。ジャック・ニコルソンのジョーカーはその点綺麗すぎた、はい、顔がつべつべで、うんうんうん、でこのシーザー・ロメロって人が後のジョーカーに影響を与えすぎちゃって、みんなにプレッシャー与えちゃった、はい。だからジャック・ニコルソンは一応大物俳優だったから、うん、まあ、それなりのジョーカーバットマンで、うんうん、映画のバットマンでジョーカーやって、それなりのジョーカーやってますけど、私の中ではそんなに評価高くないです、うんうんうん。シーザーロメロ、このテレビシリーズ、1960年代のテレビシリーズのシーザーロメロのジョーカーを見ると、このジョーカーおっかない、うんうん。何がおっかないかって、狂気、全部狂気なんだよ笑いが、突然笑い出すし、そこに意味はないの、そしてもう一つ、映ってる最中、カメラに映ってる最中、このシーザー・ロメロっていう人が名優の理由がよくわかります。瞬き一切しません。画面に向かってハハハハって笑ってる最中にも一切瞬きしません。瞬きのシーンを探すのが大変。わかる、瞬きしないって。だから昔の名優ね、黒沢映画とかでもそうだけど、はい、名優って瞬きしないんですよ。効果的な部分でしか瞬きしない、はい、うんうん。もうその瞬きしないで笑ってる、目かおっぴろげて笑ってるから、すごい狂ってるっていう感じがものすごいひしひしと伝わってくるわけ、で今言ったようにおじいちゃんみたいな、手にもシワがあるから手袋もしてるわけよ。これが後のジョーカーに全部影響を与えるでしょ、このファッション。そうです、ね、顔が寄るとシワシワボロボロね、メイクは剥がれてるように見える、はい、そして手袋しているっていうね、すごいジョーカーのイメージを決定づけてしまうわけですよ。で名優じゃなきゃできない。このでヒースレジャーね、亡くなっちゃったよね、ワークして亡くなっちゃったヒースレジャー、はい、残念ながら亡くなっちゃいましたけど、ヒースレジャーよく考えて、あのヒースレジャーのやったダークナイトでのジョーカー、今日もジョーカーの話ばっかりごめんなさいね、ジョーカー、瞬きバチバチしてるの分かる？分かります、めっちゃしますよね。でカメラ目線にしないで目パチ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 してなんか変な動きするよね、はい、あれはシーザーロメロの逆やってるの。シーザーロメロに敬意払って、これね、こういうとこやっぱね注目していただきたいね。そして今回のね、今やってるはずのね、ジョーカー、はい、ホアキン・フェニックス、ホアキン・フェニックスが背負っちゃったものってすごいでかいんだよ。だから最近になってホアキン・フェニックスジョーカー終わってツイッターとか見たことある？ないです。見たらわかる、もう丸顔に戻ってる、ジョーカーやった時より27キロってか30キロ太ったって、あのさ、ジョーカーやるためだけ27キロ1ヶ月落としてんだよ、ホアキン・フェニックス。27キロ体ガリガリ、映画で見たら、予告編見ても分かるけど体ガリガリで、そのガリガリの体で演じてほっぺたもこけてるし、はい、ね、もうそれで今出てくんだけど、なんか俺ちょっと心配なんだよね。太った顔で出てきてニコニコすごい嬉しそうな顔して、みんな大丈夫だ安心していいよって、うん、俺はジョーカーをすごい楽しんで演技したよって言ってるんだけど、サングラスかけてんだよね。だ、何なんだろう、ちょっと引っかかるものがあるんだけど、もう一つ引っかかるものがあるんだよ、はい。まず、まあ、スーサイドスクワット別にしてね、はい、あれにもジョーカーで、映画スーサイドスクワットにもジョーカー出てきたけれども、はいはいはい、まずジョーカーといえば最近の中ではやっぱ、まあ、やっぱり
ね、ヒョアキン・フェニックスの前といえばもうヒース・レジャー、ね、死んじゃったヒース・レジャー、ヒース・レジャーも、まあ、体重若干落として、はい、ね、まあ、挑みました。体重落としたっていうとさ、そういえばジョーカー、今回のジョーカーにはアルパチーノじゃなくてロバート・デ・ニーロ出てくるよね。あ、そうなんですね。ロバート・デ・ニーロ出てくるんだけど、ロバート・デ・ニーロってタクシードライバーの時にめちゃくちゃ体重落として出てるよね、はい、昔の 名作ね、うん、でそれでよ、それでそれが何の関係あるのっていうと、まずまあそういうところで減量したっていうの設定はあります、はい、でもよく考えて、もう一回考えてみよう、うん、ヒース・レジャー、なぜホアキン・フェニックスが今頃映画公開と同時に、僕もう太ってるよ、元に戻ってるよって必要以上にツイッターとかいろんなテレビ番組とかアメリカの出て、いろいろなところで証言してます。ホアキン・フェニックスの兄貴って誰？お兄さんですか？うん、分かんない。名子役リバー・フェニックス、スタンバイ・ミーに出てきた、若くして、はい、オーバードドーズで死亡、うん、まあオーバードーズで死亡、はい、そしてもう一人、もう一人、前回の一番有名な、前回の有名なジョーカーといえばヒース・レジャー、はい、ヒース・レジャーも若くして死亡、はい、だからジョーカーにこんだけ入れ込んだから、はい、ね、当然周りの人はこう思うよね、兄貴のリバー・フェニックスも死んじゃってるし、はい、前回のジョーカーのヒース・レジャーも死んじゃってるし、はい、ホアキン大丈夫なのかよっていうところまで考えて、はい、ホアキン・フェニックスは太って撮影前の体重に戻して戻ってきた、異種返しじゃないんですかこれ。ヒース・レジャーとかね、あのその兄貴のリバー・フェニックスはね、映画の役だとかでね、はい、そういうので役作りでね、亡くなってしまいましたけれども、ということでこの辺でお時間でございます。そうですね。というわけでまた来週、はい、またのー、ありがとうございました。ジョーカーいい映画よ、マジ見てね。エンディングの曲最低これしばらくちょっと流して尺取りましょうこれエンディングしようかずっとこれゴジラ対メカゴジラ。あ、そうなんですね。キングシーサーをほら、あ、呼び出す音楽。あ、そうなんですね。これが沖縄民謡なんだ。これを これを2コーラス、フルコーラス、3分歌うとキングシーサー出てくるのよ。ひどくね。はい、そういうわけで T シャツパパさん、どうもありがとうございます。お疲れ様です。ジョーカー見ますね。いや、ほんとね、あの他のジョーカーを見て、あのなんていうの、他のジョーカーを、まあ、ヒース・レジャーだけじゃなくてね、うん、あのそれも見て、あとホアキン・フェニックス兄貴のリバー・フェニックスがそうやってね、うん、若くして死んだりとかしてる、若くして死んだ兄貴、若くして死んだヒース・レジャー、うん、これに対するなんて言うんだろう、異種返し、うんうん、仇はジョーカーの呪いの仇は俺が取ったって感じの、そのぐらいあのヒース・レジャーの演技がいいです。うん、はい、そんな感じで、ではまたのなんかヒース・レジャーはあれですよね、この歯も抜いたんですよね。そう、歯抜いて体重落とした、体重はそんなに落とさなかったんだけど、ほっぺたくん